こんにちは、タカラです。今日は学校、私の学校の外観を少しだけ、動画にしてみようかなって、紹介してみようかなって思って撮ってます。校内は一応許可がないといけないんですけど、外は大丈夫らしいので外の紹介をしていきます。入ってくるとここにこんな感じでチャペルがあります。はい、一回燃えちゃって建て直したらしいんですけど、それでもあの歴史のある建物です。で、中が本当はすごい綺麗なので、また他の機会がある時に、中も見せたいなって思います。で、ちょっとこう歩いていくと、本当はここら辺はあの冬はイルミネーションみたいな感じで、あのキラキラしてて綺麗なんですけど、今は夜じゃないので見えないです。で、手前に見えるのが、男子寮の一つですね。で、あれもう一個が二つ目です。二個あります、男子寮が。はい。で、これはですね、よくわかんない白いオブジェです。はいこれ結構大きいですよね、男子寮。この横の建物は学校のその中の一部で、ダイニングホールとかがあります。で、あそこに見えるのがあのバーベキュースペースですね。これは野外バスケットボールのコートで、よくみんなで遊んだりしてます。部活の練習もここで時々あったりします、天気がいい時は。今から、学校のなんて言うんだろうな、レイク、湖、学校とつながってる湖に行きます。一応スペースは学校のものです。普段はこんなテープが貼られてないので、なんでなってんだろうって思いました。なんでなんだろうで、ここは全部学校の敷地で結構広いです。はい、割と広いと思います。すごい友達です。はーい、はーい風がすごくて髪がボソボソやば。手前に見えるのがカナダのイヌイットの、あの先住民の方ですね、たちのイヌクシャクっていう伝統のもので、なんか道しるべの意味があったり、はい、します。一応学校に川みたいな、川って呼んでいいのかもわかんないんですけど、みたいなのが流れてて、はい、あの湖に繋がってます。これがかかってる橋ですね。時々カモとかもいるんですけど、今日は寒くていなかったです。すごい石っぽいんですけど、はい、ここが湖です。ここはあの先まで全部学校の所有物で、天気がいい日だとこっち側にトロントのシーヌタワーが見える時があります。こんな感じ綺麗ですよね、すごい。わーい初めて来た時は自分もめっちゃびっくりしました。あの林みたいなのが一応全部森になっていて、はい、今日は行けません、寒いので。久しぶりに歩いたのですごい息切れする、坂道だからやば。奥に見える2つの建物がどっちとも女子寮で、こっちが私の住んでいる寮で、もう一個の方が、もう一個の方です。はい。寮は移していいらしいので、では中に入っていきます。この時にリスがいて見に行ったんですけど、もういなくなってました。はい。入るとこんな感じで、ここがあの生徒がみんなで使うリビングルームです。大きなソファーがあったり、ピアノがあったり、あとゲームスイッチとかあります。あと冷蔵庫、これは共同の冷蔵庫ですね。はい、こんな感じで
これは先生たちの部屋です。はい、こっちを歩いていくと、トイレが、まず1個目のトイレがあります。別に紹介するほどでもないんですけど、はい、普通にトイレです。ではシャワールームも、一応見せますそんな大したことはないんですけど、一応シャワールームはこんな感じで、何個もあるので全く取り合いとかにはならないんですが、お気に入りとかはあります。はい、もう全部部屋ですね。みんなの部屋がダーってあります。では私の部屋に向かいたいと思います。さっきちょっと掃除をして見せれる状態にしました。はい、はい、私の部屋はこんな感じです。本当は2人部屋なので、2段ベッドでありです。はい、上はもう物置みたいになっちゃって全然使ってないです。2人部屋のはずなので、全部机もクローゼットも2人分あります。だからいろいろ収納スペースはあります。はい、そうですね、クローゼット、はい、2個ありますっていう。個人的に窓がすごい大きいのが好きですね。はい、でこれが化粧品とか雑貨とかいろいろ本とかグッズとかもろもろあります。これは学校からもらったパソコンですね。はい、でこれはさっき食べたポパイです。夜の方が個人的に好きなので、まあこうライトとかつけて自分の気分を盛り上げてます。はい、今日はこんな感じで寮の部屋の中の様子と、あとは学校の外の紹介をしてみたんですけど、どうだったでしょうか。やっぱりカナダだと土地も広いので、その分学校の大きさもすごい大きいと思います。まあ、この動画がいいなって思ってもらえたら高評価と、あとコメントとかリクエストとかどんどん待ってます。インスタグラムのフォローとかもしてください。バイバーイ。